こんにちは。今日は東京に来ております。で、今日の動画はですね、タイトルにもねあるように、レンズの手ブレ補正なし、かつ、ボディのね手ブレ補正もなしだとどんぐらいまで、おしゃれな動画を撮れるのかという実験の動画ですね。で、なんでこれ出そうかと思ったかというと、最近 α6600 ボディ内手ブレ補正がねついてるカメラもありますし、で、一方でね僕使ってる α6400 とかは、ね、手ブレ補正がなくて、で、まあ、その辺のね比較にもなるかなと思いますし、あとは α6400 買った人でね、例えばシグマのね 16mm とか、あとは最近だとG レンズが出たじゃないですか、 16-50mm だっけな。で、その辺のレンズって手ブレ補正ついてないんですよね。で、α6400 ユーザーでその辺買おうか迷ってる方の、ね、参考にもなるかなと思ったので、撮ろうかなと思いました。で、使うレンズはですね、18mm135 っていうキットレンズ、高倍率のキットレンズを使っていきまして、で、それの手ブレ補正をね、もう完全に切ってしまって、今日は撮っていこうかなと思います。でね、で早速撮ろうと思うんですけども、最初に、ね、言っておきたい注意点が2つだけありまして、で1つ目はですね、今日の動画はね、ボディ内手ブレ補正がいるとかいらないとか、あとはレンズの手ブレ補正いるいらないとか、そういう極端な話を、したい動画じゃなくて、こんぐらいまでだったらいりませんよとか、こんぐらいだったら補正やっぱ欲しいねっていうね、そういうシーンに分けて、どの辺だったらいるんだろうなっていうところの、参考のね動画にしたいだけなので、いるいらないとかっていう、そんなね極端な、結論を言うつもりはありませんよということがまず一つ目ですね。で、二つ目はプレミアプロのね編集の方で、どうしてもねその手ブレをごまかすような編集をねすることをちょっと許していただきたいというところですね。そんなに嫌いなね人はいないと思うんですけども、ご了承いただけたらと思います。そんなところですかね。じゃあ音楽もいい感じにして撮っていきましょう。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。今回暗いレンズ、暗いね、あんまり明るくないレンズ使ったので、ボケを使った表現とかはね、あんまりできなかったんですけども、そんなに悪くないんじゃないかなと、僕自身もね、初めてやったんですけども、そんなに悪くないのかなっていう印象ですね。で、手ブレ補正なしでね、うまく撮るコツとしては、持ち方と、スローモーション使いましょうというのと、あとはワープスタビライザー、あと編集でごまかしましょうっていうね、そういう3つかなと思ってまして、持ち方はですね、こうやって普通に手で持って、こうやってね、流し撮りしたり、こう上向けたりするだけだと、どうしてもブレてしまうので、絶対にね、このストラップをこうピンと張って、こうグッと張ると、右手と左手と、あとこの首でね、この3点指示になるので、もう安定感が全然違います。で、それが1つ目で、で、スローにしましょうっていうのは、スローにすると手ブレのね周期が結構長くなりますので、手ブレ補正なしでもいい絵が撮れるのかなと思います。で、3つ目がプレミアプロでの、ワープスタビライザーですね。で、これ結構強力な補正が効いてて、数値とかをねいろいろ選べるんですけどもね、補正の強さとかを、補正の強さをもう最小にしても、かなり効果あるので、そんなにね違和感ないレベルで補正してくれます。なのでプレミアプロを持ってる人はね、ぜひ使ってみてください。確かファイナルカットとかね、ダヴィンチでも似たような機能あったと思うので、その辺ちょっと確かめてみてください。
でスローモーションなんですけども、α6400 の場合は、フル HD だと、60p とかね 120p が撮れますので、僕は結構 60p が好きなので、60p で撮って、それをスローにすると、そうすると、今回のシーケンスというか動画は 24p で作ってますので、2.5 倍のスローということで十分なスローの量っていうのかな、あのシネマチックな映りになります。で 120p もねもちろん使うんですけども、僕としては結構スローすぎかなっていう時も結構あるので、60が、ちょうどいいかなっていう場合が僕の場合は多いですね。で120だと手ブレ補正なしの場合でも、あの足から狙っていって後ろの姿を撮ってあげるっていう、まあ、よく使われる技法っていうんですかね、まあ、そういうカットの撮り方みたいなのも、手ブレ補正なしでも全然いけるので、120p はあの自分自身が歩きつつ、被写体も動くっていうかなりブレやすい場面では、120p もかなり強力な、補正効果、まあ、実質的にね補正手ブレ補正の効果みたいなのが得られるので、120もおすすめかなと思います。でですね、まあ、最初言ったようにあの手ブレ補正なしで全然いけますとかっていう極論を言うつもりはなくて、どうしても苦手な部分はあります。でどういうシーンかというと、最後のねシーンのように、こうやって手持ちでねカメラを持って、まあ、なんか喋ったりする時って結構あるじゃないですか、あの Vlog とかだとね。でそういうシーンだとやっぱり等倍で撮らなきゃいけないじゃないですか、あの等速 24p で撮って 24p で書き起こすっていうね、あの1倍速で撮らなきゃいけないので、そうすると今言ったスローは使えないわけですね。でじゃ あのワープスタビライザー効かせようかって思うんですけども、結構ねこう背景が動きすぎてるとあの効かないこともかなり多くて、無理やり効かせるとね後ろが歪んじゃったりもするので、結構あの手ブレ補正なしで撮ると苦手なシーンの一つかなと思いますので、こういうシーンを多く撮りたい人、こうやってね自撮りして、どうもこんにちはみたいなねそういうことをいっぱいやりたい人はやっぱり手ブレ補正は必要かなと思います。で一方このねどうもこんにちはをやらない人、あのシネマチックにただただただひたすらストイックにねこうシネマチックムービーを作っていくっていう人だったら、そんなに必須じゃないのかなというのが僕の意見ですね。はい、そんなところですかね。YouTube のね比較動画とかをね見ちゃうと、どうしても手ブレとか補正ついてるとね羨ましいなって思ったりして、まあ α6600 とかね僕もすごい羨ましいんですけども、あんまりねそうやってすぐね比較動画を見て、判断するんじゃなしに、やっぱりね自分がどういうのを撮りたいかっていうのがねすごい大事かと思いますので、その辺考えた上でそれでも、どうしても、補正が必要だなとかなれば、補正の効くレンズとかねボディを買うのがいいのかなと思います。まあね当たり前のことなんですけども、いざね自分でやってみるといろんな気づきがあるので、今日ちょっとねこうやって紹介しました。で他にもねあの α6400 とか、あと最近ねちょっとご無沙汰してますけども、あの GR とかのね動画も撮ってますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで